ごきげんよう、にきさきのです。今日は秋酒取りのとある日のメイクをやってみました。もう私痒くなっちゃった。秋メイクが大好きだし、ファッションも秋が好きだし、まあ、秋冬がもうとにかく大好きなんですよ。髪の毛をね、少し赤く染めたんですよ。私赤を意識した髪の毛になったので、秋メイクがもうとにかくしたくてしたくて、ブーツが履きたくて履きたくてみたいな。なので今日は秋先取りのとある日のメイクをやってみました。よかったら楽しんでてください。それではスタート。ベースメイク、じゃじゃじゃーんこんな感じでクッションファンデを今日作りたいなと思うので、どうしようかな。このね、レブロンのやつもめちゃくちゃ良かった。SPF50 今回入ってるやつ薄付けにしたいなと思ってるので、ブリブリのやつも結構好きだし、あとね、長く使うときはこれを使ったりしてます。シカペアのドクタージャルトのやつとかをやってます。で、あのクッションファンデって基本的にレフィルが付いてるから、この本体だけあればなんぼでもなんぼでもって感じで変えられるんですよね。だからそこ結構好きです。だからこそなんか捨てれなくなっちゃう、もともとなんか変えられちゃうから中身、だからすごい増えていく一方なんですけど、これも何回変えてんだろうってぐらい、なんかね、ジェルがポロポロって落ちちゃってなくなっていく感じ。これにします。ドゥイッセルの最近ゲットしたクッションファンデで、なかなかね良かったんですよね。カバー力もそうだし、ドゥイッセル自体がもともとちょっと優しい感じの使い心地なので、これを使います。マスカラこれ使う。秋先取りしたいのでこれ使いたいな。エクセルのね、このカラーマスカラかなと思って1本でもめちゃくちゃ使えるから好きなんですよね。これもう何本もリピートしてる大好きなコスメ。どうしようちょっと待って、ここで決められないぐらい悩んでる。今日の気分、なんか意外とロングやりたいからこのカラーにしたいと思います。私の好きな、そう、プルーンのカラーが好き。これ続いてはリップでーす。ダダダーン。リップはね、この他にもね、二つぐらいタンスの中に入ってます。まあ、いただいたりとかもするし、自分で買ったりとかもするから、もう本当にコレクションみたいな感じで、もうコスメ作ったりもしてるので、この商品のこのツヤ感とかって言えるように、自分がね、持ってるようにしてるんですけど、このね、リップが最近気に入ってて、ラメが入ってるコンパルジョンのやつなんだけど、めちゃくちゃ秋っぽいカラーなのに、ラメが入ってるからね、すごい可愛いの。しかも取れないね、もちろん。どうしようかな。もうラデレのね、このリップはめちゃくちゃ好き。しかもなんか、高発色すぎてちょっとしか使わないのに、すごい持ってくれるの。マージーのコスメが入ってます。でもこちらを使いたいと思う。何色がいいかな ?SRD82 番を使いたいと思います。はい、じゃあメイクをしていきましょう。その前に、スキンケアしたやつをじゃあ紹介しようかな。こちらを使いました。グッドあれってますかな。ちょっと韓国語のやつがちゃんと読めないんですけど、韓国のクリオとかに売ってるやつですよね、これ。ビタミン C のパッドに、モモプリのウルボイジェルクリームを使って保湿しました。最近はもう大体いつもこの2つをやってます。で、今からちょっとアイクリームを塗るんですけど、これね、まだ2回目ぐらいですね。デュイセルのアイプラスクリームっていうやつを使っていきます。すごい大量に入ってるアイクリームですね。目元に塗って、まあ、クマもそうだけど血管がねもう丸見えの状態なので、もし私と同じような状況の子がいたら、もうスキンケアとかの中で一番大事にしとくのは目元のケアだと思ってほしい。本当に夜のスキンケアにアイクリーム塗るのはもちろんなんですけど、ちゃんとメイク前にも最近は仕込むようにしてますね。このクリームはすごい軽くて、使い心地はまあクリームっていうよりかはちょっとジェルっぽさがあるクリームだからね、めちゃくちゃね使いやすくていいです。はい、こんな感じね、アイクリームも塗りました。メイク前に使うのですごく良かったなって思う。肌に優しい系のブランドなので、しっかりと使っても全然安心できるかなと思います。で、この前ね、それと一緒にゲットしたのがこちら、デュイセルのスーパーカバークッションです。今日はクッションファンデで仕上げていきます。 SPF50 プラスの PA が3プラスですね。だから結構いい値ですよね。クッションファンデなんで1個で仕上げてしまいます。あとめちゃくちゃ薄付きにしたいので、
相当薄付きな感じで。はい、こんな感じです。スーパーカバーって言ってるだけあって、めちゃくちゃ薄付きにしたけど、すごいしっかりとカバーしてくれて、程よいツヤ感がめちゃくちゃ綺麗です。こうね、手触ったところが取れてる感じもないので、割とおすすめかもしれない。パウダーはこちらです。ラテルのフェイスパウダーを使っていきます。これ本当に可愛いんだけど、ここがね普通にパカってなってて、こういう風にパフになってるんですけど、今これ取ろうと思ったら落としちゃって、で蓋がねしっかりついてるんじゃなくて、ただかぶさってるだけなので、バカって落ちちゃって、こういった感じでね、レースが上に置いてあるので、それからねパウダーが出てきてくれるんですけど、一番気になるところにドンドンドン、これだけでも肌のくすみとかすっごい飛ぶ感じがするから、めっちゃおすすめです。サラサラにしたいとこにもつけていきます。私が使ってるのがラベンダーカラーなので、すごくね肌のねくすみとか飛ばしてくれる感じで、薄付きのメイクしてる時はあえてこういうパウダーを使って補正してあげると、とっても肌が綺麗に仕上がると思います。とにかく見た目がもう本当に可愛いですよね。でも落としたら本当にね涙が出るぐらいショックなのであのしっかりとしたところに置きましょうっていうのと、しっかりと持ちましょうって感じです。そしたら眉毛はこちらです。リンメルのプロフェッショナル 3D ブローのマスカラ001番です。眉マスカラをしていきます。今ね眉毛割と染まってるので、ちょっとだけ赤みを足していきます。はい、こんな感じです。ふんわりとしたね眉毛が出来上がるので、かなりリンメルのやつもおすすめです。アイシャドウはこちらです。ジュエっていうところのアイシャドウを使っていきます。これ海外コスメなんですけど、なんかデザインとかパッケージとかものすごい可愛くて、中身はこのような感じなんですけど、シアのカラーだったりシマのカラーが多いので、ちょっとラメ感をね私は足したくなっちゃうから、このカラーが好きでゲットしました。こちらシャンパンベージュみたいなカラーを取って、アイホール全体にふわっとのせていきます。ブラシで使ってもこんだけ発色してくれるから、指で塗ったりとかチップで塗るよりかはブラシでほんわりと伸ばしていく方がおすすめです。そしたらこちらのカラーを取って、アイホールの半分くらいですね、この二重幅と言われているところに塗っていきます。はい、こういった感じでくすんだカラーが入りました。そしたら空き缶を一気に出したいので、こちらのカラーを取って目尻と目の下入れていきます。もうこういう色入れるだけでさ、一気にさ秋になっていくじゃないですか。もう本当に嬉しくなっちゃう。ここにも入れていきます。でここはちょっと空いた感じで目の下にも入れていきます。ここを開けることによって抜け感とかが出てくれるので、とってもおすすめです。そしたら大好きなリアルラスティングのアイライナーで目尻を上げていきます。目尻だけアイラインを入れていきます。はい、こんな感じでキュイーンってやってみました。私はいつも目をねギュンって上げるのが好きなので、こんな感じでキュイーンしました。でビューラーでまつげを上げていきます。サナエクセルのロング&カラードラッシュプルーンのカラーを使っていきます。これが絶妙なカラーで、ちょっと赤みの入ったブラウンって感じでね、まつげもすごく上がるのに、カラーも可愛いし長さも出てくれるので、すごいね一押しのマスカラです。ギザ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 ってやってつけていく方が繊維とかロング効果が出てくると思います。はい、こんな感じで一度塗りのまつげです。これがでなんとなく乾いたら、もう一回だけこういう風にねまつげを長くボリュームも持たせたいので、しっかりと塗っていきます。何度か重ねて優秀なところが出てくるマスカラ。はい、こんな感じでーす。まつげができました。カラーも秋っぽくて本当に可愛いでしょ。そしたらあえてチークは塗らずにリップに行きます。さっき選んだリップですね、メイベリンシャインコンパルジョン C の SRD82 番です。カラーはこのような感じで、めちゃくちゃ細かいねゴールドのラメが入ってるんですよ。これを見た時にねこうチラチラチラーってなってるのがねゴールドのラメなんですけど、意外と塗ってみるとリップ自体の光沢も出るので、そんなにわかんないかなと思う。取ってこうなんか溜まった時の方がゴールドがわかる感じがしますね。チーク塗ってない分ちょっとしっかりと塗っていきます。こういったカラーなのにゴールドが入ってるから、なんかすごいゴージャスになる感じ。ゴールドのラメ感がねめっちゃほら目立つんですよ。だから本当に秋っぽい。これ限定だったかもしれないので、まあでもネットでは全然買えるんですけど、店舗とかに行ったらもしかしたらないかもしれない。はい、こういった感じでーす。結構キラッとわかりますよね。はい、こんな感じでーす。はい、こんな感じで秋先取りのとある日のメイクができました。このままお出かけに行きたいと思います。この動画楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram やっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。先取りでした。バイバイキー。